じゃあその話で、はい、またいつもの表を見てちょっと見てください。はい、体重が654、一応2グラムだけ取ってます。食欲も戻ったんですけど、それはちょっと少ないかな。うん、ちょっと欲しいですね。450ぐらい欲しいんですね。まあでも一応さ、この間ここに来た時がさ、うん、あ、これですね。うん、でこっちで測ると若干少ないんだ。食べる前に一番。あ、そっか。食べてない時に。今日はちょっと増えてた。まあ、ちょっとここに書いてみますけど、ね、はい、654、でも食べ、キムシは一応15ぐらいで、ペレットも12で止めてる、止めてる、わかりました。以前はですね、キムシとペレットですね、キムシが15、ペレットが18、はい、まあ650あるからさ、ペレット13にしてみます。あ、そうですか。ちょっと増やして、うん、なんか今もっと増やって感じで、ね、じゃあ1グラムだけ増やしても大丈夫ですか。増やしてください。はい、はい、じゃあちょっと出してください。まあ、いつも接する目薬はあの頬酸とヒアルロン酸が入っていると。目を洗ったり、それから目を動かしたりする接、うん、するこれは銀製剤、うん、銀って細菌とかカビを抑えてくれるので、ね、それで炎症を抑えてくれるから、うん、まあ、特に病気がないから別にそんな処置をやらなくてもいいと思いますかね、うん、歯と歯茎、そうか、うん、上は、まあまあ、まあまあいい感じ、うん、まあ、もっと黄色くてもいいんだけど一応黄色い、うん、下がまだちょっと足りないね。あと歯茎の色、これもまあもうちょっと赤みがあった方がいいですね。ちょっと探して、ね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、はい、この場合は今度 BB にしよう。123ごめんね、123、そう、ここは申し訳ないんだけど、変わらないですね。大きくもなってないですけど、小さくももうならない感じで、あとここはね、ちょっとガサガサしてガサガサしてますよ、ね、ちょっとやっといてほしいかな。はい、じゃあちょっとして、ここはその背中の影ですね。あ、そうか、背中ね、ちょっとちっちゃくなった、ここか、かさぶたになってるやつ、そうですね、少し毛が生えてきたような。本当だ、こっちは生えてきてるけど、こっちがまだ生えないんだ。これあれかな、なんですかね、カビが絡んでるかな、もしかしたら、うん、なんか ここだけ、そこだけですね。でこの間、あ、ピンクのやつ出したんだよね、はい、そう、ただあれでさ、抑えれるのと抑えれるケースとあります、はい、この間と比べて下はまだ、下というか首に近い方はちょっと生えてきたからね、この辺が、はい、もっとなんかかさぶたがボコってあったんですけど、だいぶ少なくなってきたんだ、取れて、はい、今日ってピンクのつけてます、まだつけてないです、まだつけてないです、つけるとすごい、なんかずっと気にして余計にいじっちゃうというか、食べ続けちゃう。ちょっとさ、あの念のためにちょっとカビの検査をさせてください。少し毛を抜いて培養します、はい、そうカビが絡んでると1週間から2週間でここの黄色が赤になってきますんで、心筋培養、カビの培養です、ね、なんかそうかなと思ったけど、なんかよく鼻とか手とかが多いみたいに、そう、なんかあ、よくご存知ですね。
ったんで背中に急にできるのか、うん、ちょっとだけケアを抜かさせてくださいね。はい、はい、じゃあちょっとごめんね。サンプリングします。シンキングバイデン、さっきのところどこだったっけ、この境目ぐらいのところ、広がってきちゃうんですね、他のところに、うん、まあ、その子の免疫力にもよります。カビってもすごい種類があるんですよね。で、人間でもさ、あのカビが原因で、その水虫とかサムシとか、なる人とならない人があるじゃないですか、同じ人生が見ると。やっぱり皮膚の免疫力、それがその時の体調にもよる。この子、本当の体調じゃないじゃないですか。だから、どうしても、なりやすい。空気中にさ、細菌とかカビって、まあ、常在してるわけなんで。なんか、でも、もう一個増やしたらもっと嫌がるかもしれない。ですね。結構限界な感じです。限界な感じ。たっぷりつけて拭きますからね。ここだけ一回つけさせてください。なんかあの、私、あのそれでやすごい嫌がるので、あの、うん、薄めて10倍にって言われたので、そうそう、それでもいいですよ。スプレーでやってるんですけど、うん、もうそれ出した瞬間にすっごい嫌がる。すごい。それからだから、スプレー自体を嫌がるのか。はい。もうすごい嫌いです。じゃあ、そしたら綿にたっぷり湿らすので、それで食べる。ちょっとやった方がいいですかね。うん、これはあの、ケトコナゾール、まあ、あの抗真菌剤です。人間用です。あ、そうなんですね。はい、ちょっとギャツキャできますのでね。毎年さらっとしてるよ。まあベタベタするんですけどさ、余計気にしちゃうからさ。そうですね。で、まあちょっと拭き取ってみましょう。そしてここちょっと抗生症者、ちょっと抗生症者当てさせてもらいますね。はい、いいよ。治るんですか？治ります。ただ、外用で治らん子は、あの、全身というのを飲み薬もらう場合もあります。だから、もしこれで広がっていく、治らないんだったら、1分で。はい。イトラクナゾールという抗心筋剤、このままなんですね。ただ、肝臓に負担かかる子がいるんですよ、イトラクナゾール。それで、チンチラの肝臓検査なかなか難しいんで、健康チェックの。それで、まあ、一般状態が維持されてる子は使ってもいいし、一般状態が下がる子はちょっと使えないかな。昨日で終わりました。失礼します。心臓がデザイン。はい、であと歯ブラシで。そう、アフ君。アフ君、あれ食べる？私一本食べる？あ、そうだ。下一本。あ、食べました。じゃあコンディショナーとグリーンを食べて、次、おいしく食べて、たくさん 0.7 ぐらいだったんで、初期だね、楽しみ。はい、また皮膚のことがあるからお薬出しますけど、1週間で見せてもらっていいですか。はい、わかりました。同じお薬です。はい、同じお薬です、はい、で、今入ってるのは心臓とかの機能を高めたり、肝臓の機能を高めたり、胃腸を動かしたり、それだと抗生物質も入れてるんですよ。エンドフルクサシンって、あと皮膚の表面にも効くんで、皮膚炎とかにも使います。そっちにも、そう、そっちにもいいかなと思いますね。で、カビに関してはちょっと あれが出るようだったらさ、はい、ちょっとこれ塗ってみようかもしれないし、はいはい、それからそれの効きが悪いんだったら全身というかね、今の飲み薬プラス洗脳マナーかもしれない。あれ、
ペン8個です、ね、治る子は外用だけども結構治る、時間はかかるんですか、ね、ちょっと気長にただ本当にあの今のところ以外にももし出るんだったらもうそれはもう完全にそうやっぱり全身手を使わないと、あのいつも使ってるスプレーの、はい、これも皮膚の免疫力がありますよね。で T3 の方も多少、まあ、こう死ぬ感じはないけど、まあ、皮膚の炎症を抑える働きがありますので、はい、あのハンドフィーディングを褒めながらね、はい、スプレーが嫌がる子はさ、はい、ご褒美あげてシュッとこの子にかけないでシュッとやってまたご褒美あげて、はい、少しずつ慣らした方がいいかもしれない。自分の手にやって、こう撫でる感じをしてるんですけど、いいと思いますよ。これなんか自分の手なんて自分の手も潤うと思うから、はい、人間にもそう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 。私もよく自分の手に嫌がるとかね、嫌がるとかですけど、はい、じゃあ OK です、はい、まあじゃあとりあえずでもあの食べてはくれてるけど、はい、最低限みたいだからさ、あ、はい、だってもうちょっと増えるもんね、この子ね、調子よく。え、でも、ちょっとペレットは12にしてて、キムチがもっと食べるようになった感じです、うん、今まで12、3だったのが今結構もっと、多分もっと多分15ぐらいはいってるんじゃないかって感じで、うんちがそんな増えないのがなんでだろうみたいな、まあ、うんち食べてるかもしれないけど、もしかして食べてるのはよく食べてるんです、うん、でも20個も30個も食べないですよ、うん、そうなんですよ、でもそこら辺がね、だそういうのを食べてるのを外そうと思ったら落としたんです、もう一回増やしてうんちだけ早く避けてもらうという、なんかお尻から直接食べて、あ、それは食べた方がいいですね。そうですよね、もう上弁とか、出たやつは直接食べる。それはまた落ちてるやつを食べて、自分は食べてない。食べてないですね。はい。まあだからもうちょい食べないとやっぱ250いかないかもしれないね。まあとにかく体重がもし減ってくるから、ペレットの食べが12とか13切るんだったら栄養補助はしてくださいね。はい、なければいいと思います。はい、じゃあ1週間後にまた。で、今度の時にね、はい、抗寄生虫薬をつけさせてください。はい、あのあ、ずっとできてないです。最近でもできてないんで。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、すいません。